はい、沖縄です。さて今日はグーンのね22カスタムベイプスの528ね、528個限定ですと。まあ去年も同じもの出てほとんど変わってないんですけど、まあこれ結構ね味も出るし、組み方によっては煙も結構いけてます。なのでじゃあシングルコイルでねちょっとやってみようかなというところですけど、でこれフラットデッキっていうかね、下向けてねコイル突っ込まないとね下がってきちゃうね。今バネがこうついてるのもあったりしますけど、なのでこうダブルで組むときはちょっと大変かな、ね、ある程度長さ決めて両側から入れて下向けたままちょこっと締めてみたいな、ちょっとテクニックが必要ですけど、まあシングルなんでね、あいけね、これ早送りになってますんでこんな感じでガチャ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 やってきますね。なんてため息ばっかり出ちゃうのね最近、うーんとかね、なんつうんだろうね、あーとかってね、年のせいだね。まあちょっと早送りでバシバシ飛ばしていきますけど、だいたいねこれ 0.3、0.4 オーム検討ぐらいでね巻いてるんですけど、これねブラッシュって削り出しのまんまなんでね、ちょっとねその材質の匂いがしますね。なのでちょっとリキッドにねつけといたっていうパターンですけど、まあ、シングルなんでね割とまあ組みやすいし、まあ、これだとだいたいダブルデュアルであんまり組まないですね私は。でどっちかというとまあ毛が細いんでボルトモードとかメカニカルでね、まあメカニカルだと 0.3 オーム、これはやばいんであんま使わないですけど、まあこの後使うねテスラ3ね、ボルトモードなんですが、まあダイヤルがついてて 3.6 ボルトで設定できます。まあ、こんな感じでねコイルをしょこしょこっと通して、でちょっとねこれうまくモコカーに巻いモコカーっていうかね反対側にねリキッド溜めるんで先っちょをね向こうに少しね向けときたいなというところで今組んでる最中です。で上ちょっとねリキッド垂らしてみると、上から垂らした時にねダバダバって染み込むようだとコットンがふわふわすぎっていうことなので今試したところですね。大丈夫でしたね。はい、でこのねエアホールをちょっと抜きながら少し向こう方の方へ向けてね先っちょでここに、リキッドをねガバッと入れたいところなんですけどね。でこう吸ってる具合を見てますね。要は先からねこうキューッと吸い上げてくれないとね上から垂らしてもあんま染みていかないんで中からも染みないっていうことはもう完全にドライヒットしますね。直取りといえどダメですね。はい、今回シングル設定でこれはエアホールがねシングル設定だと2個の穴、これ3個穴開いてるんですけどね。で、両方に3個開いてて、シングルだとね、これが、穴が2個しか動かないですね。今これから。はい、この中がね、シングル用とこうね、なってます。で、こうくるくるっと動かしていくと、まあ、要するに中のね、方に、3つ穴開いてるのが2箇所と2つ穴開いてるのが1箇所です。で、これはまあ3個穴が開いてるのはもうダブルね、エアホールダブル前提になってますね。で、この2つ穴、これがね、シングルです。ね、で、後ろ方はこういうふうにね、塞がるようになってますね。まあ、これ結構多いパターンですね。で3方向、シングルとデュアルね。ただね、こう2個穴だとね、思いっきりするとね、音が
すごいですね。こんな音ですね。ちょっと絞るとね、だんだんこれね、笛みたいになります。ね、こんな感じですね。はい、ただこれやっぱ味を出したいね。直取りはやっぱうまいですね。ワイドボアもあるんですけどね、なかなかこのドリップチップ、この吸い口のね、形はやっぱりこれはこの形で吸うのが一番いいのかなと思いますけどね。まあテクニカルモッドだったらデュエル、デュアルコイルで低抵抗で組んじゃってもいいのかなと思いますけど、やっぱこのグーンはね、どっちかっていうとやっぱボルトモードかね、メカニカルでポコッとつけて、なんとなくその方が格好がいいっていうかね、なんていうかね。いやうまいっす実際ね。これ 3.6 ボルトにやしてますけどね、なかなかこれが美味しいです。はい、今付け替えて、まあ、ボルトモードなんで 3.6 から上が 7. いくつかなまでダイヤルで調整するんですけどね、まあ、一番低い 3.6 ボルトこの辺かな、やっぱり。まあね、抵抗値がね高い、例えば 1オームとかだと 3.6 ボルトとかだとほとんどね、温まらないですね。ワット数はいかないんだけど、ボルト数を上げないと抵抗値が上のものはきついです。まあ、ただね、電池自体がね、2ボルト以下で使わないでってなってますね。電池の寿命が縮まるそうなんで、そうなるとやっぱ 3.6 ボルトぐらいかな。まあ、0.1 オームぐらいでね、60ワットとかでやってると、下手すと 2.1 とか 2.2 ボルトぐらいになっちゃいますけどね。でそれがデュアルバッテリーだと1本あたりどうなんだろうね。直列、並列だからまあいけてるのかな、わかんないですけどね。まあ、シングルで 22K でね、これだけ煙が出てればいけてるかなと。でコイルの反対側にね、エアホールを持って、ていくと味がいいですね。今コイル側にエアホール持ってきました。当然煙バッチリですね。なかなかこのね、なんか密度の濃いいい感じのね、まあデュアルで爆炎のはね、数時間が瞬間シュッと吸ってパッと吐くで、こういうのはね、まあ、ボルト、ワット数で言えば30ワットぐらいで、向こう側にエアホール回してゆっくり吸うと、まあ、味を楽しんでいけるっていうところですね。こういうふうにね、こっちが塞がった状態、反対側からエアを入れます。ゆっくり長めに吸い込むというパターンですね。なかなかうまいです。はい、これね、いけてますね。さすがグーン。去年はベストセラーだっただけのことはあると思いますね。結構気に入ってんでね、今日何個かあったりしますけれど、まあ、ホワイトゴールド、ちょっと気に入らないんで、売っちゃおうかなって考えてますけどね。はい、そんなとこですね。テスラ、これも今2個持ちしてます。
モッタルキオと取っときようだったんだけどね、まあ、これ取っといてもしょうがないやっていうところもありますね、はい、まあなんか知んないけどバッテリーばっかガンガン溜まってくってとこですかね、はい、はいはいばっか言ってる、うん、今日はそんなところでね、おしまいでございます。まあ楽しめるベイブ楽しいな。以上でした。